はい、カッパーチューブクロ、カッパー園長です。じゃあまずね、こちらもトランプ大統領のね、お話が、やっぱりこれ日本国内だけじゃなくて世界中で話題になってましたんでね、ちょっと見ていきましょうか。で、まあここでね、取り上げさせていただくのは、その海外、まあ主にアメリカと、日本のね、このトランプ大統領のコロナ感染に対する反応があまりに違いすぎると。そういう形でこう話題になっていたんで、まあそれをメインにちょっと見ていきましょうかね。これニュースはもういいっすよね。内容は大丈夫かな。新型コロナウイルスへの感染が確認されたトランプ大統領が、まあ、2日ワシントン近郊のウォルター・リード軍医療センターに入院しました。マケナニー大統領報道官は、トランプ氏は、センター内にある大統領執務室で数日間にわたり職務を行うと述べた。軽い症状を示しているという、入院は医師や医療専門家の助言に基づいて慎重の上に慎重を期した措置だとしている。トランプ氏はこの日、マスク姿でホワイトハウスを出て記者団に無言で手を振り、南側の庭に駐機していたアメリカ大統領専用ヘリマリーンワンに乗り込んで医療センターに向かった。トランプ氏はまた、私は元気です、ありがとう、などと述べた。出発前に撮影した映像メッセージをツイッターに投稿した。入院に先立ち、ホワイトハウス医務官が発表したところでは、トランプ氏はアメリカの製薬会社リジェネロンが臨床試験を進めている抗体治療薬の投与を受けたほか、免疫力向上のための亜鉛やビタミン D などを服用した。で、2日後現在体調は引き続き倦怠感が残るものの体調はいいと強調している。で、同じく感染が確認されたメラニア夫人は軽い咳と頭痛があるという。軽症でホワイトハウスで自主隔離を続けるという。で、複数のアメリカメディアは2日関係者の話として、トランプ氏が同日朝から発熱の症状を訴えていると伝えており、入院は同氏の症状が突然悪化した場合に備えた措置とみられている。11月大統領選に向けたトランプ陣営責任者は、2日トランプ氏が同日以降に予定していた全米各地での選挙集会や会合を延期するかオンライン形式で実施すると発表した。メドウズ報道官は記者団に対し、感染経路を解明するための調査を開始したことを明らかにした。一方、大統領選の民主党候補バイデン前副大統領は2日中西部ミシガン州での集会に演説し、大統領夫妻の一日も早い回遊を祈っていますと述べるとともに、私たちはウイルスを深刻に受け止めるべきだと訴えた。バイデン陣営は同日ネット上で展開していたトランプ氏に対する中傷広告をすべて撤去したと、まあこんな内容なんですよね。じゃあまず、まあ主にアメリカの、まあ、世界の反応がこんな感じ。まずイギリスから、74という高齢だけじゃなくて彼の場合はさらに肥満だからな、その分さらにリスクは高くなるだろう。で、さらに別のイギリスの人、何言ってんの、彼によるとコロナはフェイクなんだぞ、リスクなんてあるわけないだろう、笑。で、また別のイギリスの人、早期回復に乗ってますよトランプさん。で、次はアメリカの人、今はみんなで彼の全開祈ろうよ、憎しみ、蔑み、けなすようなコメントは控えよう、トランプ大統領お大事に。で、また別のアメリカの人が、彼のことを好きなのか嫌いなのか、今はそんなことは言っていられない、彼にはまだ幼い息子もいる、幼い子が父親を失ってしまうなんてかわいそうだろう。で、今度イギリスの人、自分も彼のファンではない、でもどうか元気になってほしいし、これを機にウイルスに対する認識を変えてもらいたい。で、今度アイルランドの人、で、前日のこの彼にはまだ幼い息子がいる、幼い子が父親を失ってしまうなんて絶対かわいそうだ、これに対して、でも一方で合衆国には愛する子や孫を持つ20万以上の人々がいた。一国の指導者である彼はその20万人以上に対し、他国の指導者がこれまでやってきたようなケアを一切してこなかった。その結果だ。で、また別のアメリカの人が、そう、みんな死んでしまったよ。で、今度イギリスの人が、これを機にウイルスに対する認識を変えてほしい。これに対しては、74年間モラルなんてどこ吹く風ってノリで生きてきた人、そんな人が変われるわけはない、このまま無事に回復してみな、なんだやっぱ大したウイルスじゃないじゃないかと調子に乗るのがオチだ。厳しいですね。で、スウェーデンの人、みんな覚えてるか、トランプって数年前インフルエンザにかかって重症化したヒラリーのことを壇上でバカにしてたんだぞ、ヨロヨロしながら車に乗り込もうとするヒラリーを真似てさ。
で今度イギリスの人、死亡リスクが20代の90倍、これについて、そんなの最初から分かってたこと、でも本人や取り巻きの人たちはその症状を軽視してたんだろ、アメリカ国民は大統領の容態について細かく知る権利がある、この辺をちゃんと明らかに公表していかないと透明性のない政府と思われても仕方ないじゃないか。でまた別のイギリスの人が、アメリカ国民は大統領の容態について細かく知る権利があるよ、この辺をちゃんと明らかに公表していかないとうんぬん、これに対して、これだね、マケナニー大統領報道官はトランプ氏はセンター内にある大統領執務室で数日間にわたり職務を行うと述べた、でここに対してこれがすでに嘘くさい、いきなり入院って深刻な状況でもない限りあのトランプがそんなことするはずがない、コロナの症状がいきなり重症化することはもはや誰もが知っていること、社会ではすでに混乱も発生していっている、市場も急落していくだろうね。でまたイギリスの人が、昨日のトランプもかなり調子悪そうだった、でも未だに軽視してるんじゃないかな、ボリスの時と一緒だよ、自分はトランプのこと好きではない、でも誰もこんなウイルスで死んでほしくはない、どうか回復してほしい、そして心を入れ替えてほしい。さてじゃあこの後はね、その日本人は優しいねの部分ですかね、うん、でまあ、日本からの、まあ、主に日本のメディアの報じ方ですかね、うん、アメリカのメディアとまたちょっと、違いますからね、でそれをその差をなんだろうな、ギャップの激しさ、うん、でこれを見た、まあ、海外、まあ、主にアメリカの人のコメントかな、うん、がこんな感じですかね。日本語と英語のツイッターでのリアクションの違いがすごい、日本はなんてこった、トランプ大統領がコロナに感染したってよ、アメリカはどうなんの、すぐに良くなってね、まあ大体こんな調子なんですよね、うん、まあ個人のツイートもそうだし、まあ SNS 上ですよね、あとはまあ日本のメディアの報じ方もまあ事実を述べて、でそれに対して、まあ各メディアの報じ方なんかをこう参考にしつつ、最終的にはこういう報じ方ですよね、うん、で一方、要は欧米ですよね、英語でニュースを伝えて、まあ、アメリカのメディアや英国のメディアなんかは、ね、ざまあ消毒液でも飲んでろよとか、そんな感じのコメントだったり、ニュースはさすがにそこまで露骨じゃないですけど、まあ、SNS 上ではそんな感じの厳しいっていうか、厳しいをなんかはるかに通り越したそういうコメントがなんか結構あふれ返ってるんですよね。でそれに対して日本は温かいねと。で次の人は、トランプがコロナに感染したって言ったら日本人の奥さんは怯えていたけど、英語話者の友人は大喜びしてた。この数年間のトランプの悪質さを日本のメディアが伝えるのに失敗しているのを象徴していると思う。これもなんか捉え方が随分もう違うなっていうのがよくわかりますよね。で、それに対して日本に住んでた時、赤の他人が電車で話しかけてきたことがある。トランプについて聞いてきたから嫌いだって答えたら不機嫌になって話をするのやめたよ。で、さらに続けて通訳が彼の言ってることを正確に翻訳してたら彼を尊敬する非英語話者がこんなにいるとは思えないけどね。でさらに続けて、俺の嫁はイエーイって言ってたけどね、アメリカを離れた理由の一つが彼だったから、すでに嫌っていたのかもしれないけど。で次の人、うちの嫁はニュース聞いて複雑な気持ちになっていた。ほとんどの日本人は外国の情報が限られているんだと思う。大半のアメリカ人もそうだし。でさらに続けて、俺が知る限りでは日本のメディアや教育はあまり政治語らないんだよ。で次の人もさらに続けて、俺の日本人の奥さんはマスクつければよかったのにって言ってたぞ。で、まあこんな感じで、なんか知んないけどうちの奥さんはが多いんですよね、うん、まあ一言で、まとめますとね、日本国民はなんだろうね、トランプ大統領を応援しバイデンさんは支持しないですよね、うん、でなんか妙なコメントとして、そのこの数年間トランプの悪質さを日本のメディアが伝えるのに失敗しているとかなんとかありましたよね。逆じゃないですか、日本のメディアは基本的にトランプさんだいぶ罵ってましたよね、まあ、特にこの米中の問題ではあたかもトラブルの原因はトランプアメリカにあるかのような、そういう印象を与える印象操作、ね、変更報道をずっとしてますからね、うん、だからまあこれもね、理由の一つにつながると思いますけどね、我々の敵はだって中国と某国なんで、ね、それに対して損害を与えてくれる大統領、まあ、だからまあトランプさんかバイデンさんかつったらトランプさんですよね、うん、
あとはまあ個人的にね、何もしないで周辺を増長させるだけ増長させてくれた Yes we can みたいなこと言うだけでね、何もしてくれなかった人、あの人なんかに比べりゃ何かやってくれそうな、そういう期待も込めて応援しますよね、トランプさんをね。まあアメリカやイギリス、まあ欧米各国ではどうなのか知りませんけどもね、日本国内ではこうマスコミはバイデン推しね、日本国民はトランプ推しということでね、まあ大体合ってんじゃないですかね。うん、まあ一日本国民として言わせていただくと、まあトランプ大統領の人格とか態度とか発言とかかな、うん、それはなんかこう身近にいる人ならまあ消えてほしい人に上がってきちゃったりするのかもしれないですけど、じゃあ大統領としてどうなんだっていうんだったら、日本的にはね、やっぱりこのね、対中国、ね、中国を抑えてくれる可能性がある数少ない貴重な人って捉える人は多いと思うんですよね。まあとはいえ、アメリカのこの、なんていうかな、平均的というか中央値的な、まあアメリカでいう、一般的な人たち にとっては小さな政府への舵取りは、まあヘイト対象でも仕方がないのかなと、正直。うん。まあ日本国民としては治ってほしいですよね。うん、僕はそう思いますけど。まああとトランプ大統領個人で言うと、このキャラが立っててね、濃いし、ね、面白い性格してるって言えますよね。だこれがもし彼が本物のね、ガチレイシストとかだったらね、安倍前総理とね、話すらしなかったと思うんですよね。でも実際どうでしたっけ？ね、安倍前総理とね、話すのにこの、消極的だったのはね、トランプさんじゃなくて、むしろこのリベラル派のトルドーさんの方でしたよね。で、何よりね、中国に一応こう対決姿勢を示しているね、この一点があるだけでやっぱ評価に値すると思いますよ。ただ対決姿勢って言ってもね、トランプ大統領の本音としては中国が商売相手になるんでね、アドバンテージが得られればそこまでね、いやもう完全に壊滅させるとこまで追い詰める、そういう気はないんじゃないかなと思うんですよね。一方じゃあこのね、対立候補のバイデンさん、この人はもう完全に選挙のためだけにこの中国に一応強いね、発言態度を取ってるだけね。ただまあ要は地方って言われてますよね。で実際大統領なんかになっちゃった日には手加減は一切聞かずにね、がっつりやらかす可能性があるから、この人はちょっと無理なんじゃないかなって思います。ということで今回は以上ですね。何にせよね、どんな人であれね、この病気になったことを喜ぶって相当やばいんじゃないかなって思いません？どんな人であれ病気になったことを喜ぶ、そういうねクズには成り下がりたくないですよね。では今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。